せ。何かお探しですか？
招かれざる仕事。終わりです。先週痛がったのかかれた。やっぱりマッチ이자마네카르사야바라どの目が出るかかかれ強制わかってな。もらった。
招かれざる。ガンザー89。かかれ。終わりで撤収。捕まえた。ラブサのイク。招かれざる。ガンザー89。痛がってもな。どの目が出るか。かかれ。もらった。理論の演劇の属性。
書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見れば分かることだが、時間だな。合成台の近くにいるスクロースとコレイに会いに行こうぜ。
明日深淵を。明日深淵、無事今日の依頼を達成しましたね。ありがとうございます。これが報酬です。書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。旅人さんにパイモン、ちょうどいいところに来てくれたね。メールボックスに手紙がたくさん届いてたから整理しておいたよ。おお、すごいな。やるべきことをやっただけだよ。それじゃあどれから知りたい？
くないことが起こったの？じゃあ、存在しない花に関する手がかりを簡単にまとめるね。ディナリさんは存在しない花をパラドックスだって考えてるみたい。アルベド先生は答えを保留して直接会ってから話すって。私の答えはというと、存在しない花は花の形をした時計だと思うんだ。次は絶対に迷わない道案内人についての手がかりだ。モナは一緒に予言の背後にある秘密を見届けに行きたいって書いてる。ベネットは私たちにフィッシュルかモナ、もしくは旅人に会いに行くようアドバイスしてる。ミカからはそれほど手がかりがないけど、ティナリ師匠に植物の分布図を書いて、セノさんにはトワリンの出没する周期表を作ってくれた。それからアンバーは手紙にこう書いてる。自分は誰を導くものでもなく、みんなの友達だって。嘘をつかない人に関する手がかりはね、ロサリアさんが自分は適任じゃないって主張していることと、セノさんとレザーさんが私たちの探検に同行してもいいって書いてくれてることだね。ティマイオスは私たちに手紙を届けてくれてないみたい。最後は永遠に終わらない伝説に関する手がかりだ。クレイはママの友達に物語の本を書いてる人がいるって教えてくれた。リサさんは伝説は人々の心に永遠に残るものだと考えてるみたいだ。私はというと、永遠に終わらない物語には希望と夢が満ち溢れているものだから、受け継いでいく必要があると思ってるよ。それでこれらの手がかりにはどんな答えが隠されてるんだよ。パイモンの知恵があればすぐに思いつくはずだ。もしくは私たちが思う一番いい答えを交換し合おうよ。待って、待ってくれ。ティマイオス、どうしたの？ごめん、時間がなくて手紙を書けなかったんだ。みんな、僕は多分嘘をつかない人になれるかもしれない。え？また唐突だな。別に信じないわけじゃないけど、一旦落ち着いてちゃんと話してくれないか。ああ、
僕とウグイスさんのことはまだ覚えてるかい？簡単に話すと、ウグイスさんはポーション研究の時にすごく助けてくれた人なんだ。あの交流以来、僕たちは文通を続けてて。スクロースが言ってたリーユへの女の人ってウグイスのことだったのか？ティマイオスって毎日合成台の前に立ってるからてっきり研究に打ち込んでるのかと思ってたぞ。実際はウグイスに手紙を書いてたんだな。もちろん打ち込んでる時だってあるよ。いつも手紙を書いてるわけじゃない。それに僕たちがやり取りしてる内容はどれも高校とかポーション、錬金術といった真面目な話なんだ。話を本題に戻そう。何ヶ月か前、僕は天に向かって誓ったんだ。ウグイスさんと結ばれるまで絶対に嘘をついたり無意味なごまかしをしたりしないって。で、お前が星拾いの崖でセシリアの花を摘んでたのもウグイスにあげるためだったのか？その通り。セシリアの花言葉は遊興者の真心。これを僕の好きな人に捧げたいと思ってね。ウグイスさんは経歴も見識も僕より上だ。それは十分わかってる。でもたとえそうだとしても必死に努力して勇敢な男に僕はなりたい。今はちょうどウィンドブルーム祭だし、そろそろウグイスさんをモンドに呼んでもいい頃だと思ってね。だけど昨日アルベド先生から聞いたんだ。スクロースさんは最近とある女の子の夢のために頑張っているんだろ？それに僕が課題を確認しに行ったら、彼女はなんと僕の分まで親切にやってくれていた。すごくいたたまれない気持ちでいっぱいだよ。みんな他の人のために頑張ってるのに、僕だけ自分のことしか考えてなかった。そんな自己中なやつがウグイスさんと釣り合うはずもない。ティマイオス。だから僕も君たちに加わりたいんだ。でもそしたらウグイスって人の方は。先月からずっと計画してたんでしょ？その人をモンドに誘うんだって言ってたのに。確かに手紙にはそう書いたことがある。だからプレゼントを送ったんだ。僕が摘んだ風の花に手書きの手紙を同封してね。今は他のことを頑張らなきゃいけない状況で、それが終わったらすぐにリーユへまで迎えに行くと、そう伝えたよ。プレゼントも手紙も丁寧に包んだし、許してくれてるといいんだけど。とにかく僕のこの誠意をどうか信じてほしい。自分で言うのもなんだけど、僕はかなり誠実なんだ。僕の記憶が正しければ今まで嘘だってついたことない。そこまで言うなら、オイラたちもその決意を無駄にするわけにはいかないな。ありがとう、ティマイオス。ありがとう、みんな。精一杯みんなのサポートを頑張るよ。これで嘘をつかない人は決まりだな。残りの人についても早く相談して決めようぜ。それじゃあ名前を呼んでいくぞ。ご飯、花、道案内人、伝説、それからティマイオス。なんでこのお兄ちゃんだけ名前で呼ばれてるの？クレイの名前で呼ばれたい。よしよし、ならクレイちゃん。はい。クレイちゃんがいるとなんだか遠足みたいですね。雰囲気が和らいでちょうどいいだろ。
もちろん。後で僕が用意した推測を検証しよう。私ちょっと緊張してきた。僕も。おいおい、さっきの勢いはどこ行ったんだよ。いや、大丈夫だ。実は私もちょっと緊張してるんだ。わかるよ。人が多くなるとこううまく話せなくなるよな。とはいえ、これからどこへ向かうのですか？私が占ってみましょうか。予言の意味を紐解くと、答えを見つけた後に至福のランプがある場所に行って、見つけたものが正しいか確認する必要があるんだよな。そのランプってどこにあるんだ？ああ、それならもう調べてあるぜ。いつも解決策を見つけてくれてすごすぎだよ。なら、そこへ案内してくれるかい？おう、至福のランプが眠る聖地に出発だ。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。
ないみたいだよ。よく考えたら、予言には至福のランプがどんな形なのか書いてなかったな。私たち少し軽率すぎたか。旅人さん、紙に書いてある字を読んでるの？どれどれ？顔を…って何もないじゃないか。耳の尖った猫の背にリスを乗せれば、敬虔な子犬がノッカーを打ってくれる。全部読んだけど大した手がかりはないみたいだぞ。風だ！見て見て！相当強い風域だ。上に行ってみよう。え？飛ぶの？誰か僕も一緒に連れてってくれないか？あ、僕に任せて。うわ！初めて飛んだよ。小さな島があるなんて、一体どんな人が作ったんだ？万が一のためにルートは全部記録しておいたよ。これで迷うことはない。おお、頼りになるぜ。こんなところにこんなテーブルがあるなんて不思議だ。まるで誰かがお茶会のためにここに来てたみたいだな。モンドの上空にこんな隠された場所があったなんて。テーブルにすっごく綺麗なランプがあるよ。それにランプの面ごとに椅子が置いてある。何やら椅子の背に文字が書いてあるようですね。見てみましょう。席につき答えて戸惑いを解く。うん、とてもシンプルなヒントですね。このヒントに従ってやればいいってことだよな。待ってくれ。どうしたんだアルベド。念入りにチェックしてから座った方がいい。みんな少し下がって。それにしてもこの場所ってすっごく景色がいいよな。さっきまでの緊張感から完全に解放された感じがするぜ。アルベド先生、状況はどうですか？うん、すべて問題ない。罠や仕掛けはないよ。それにこれといった自爆装置もない。え？それってつまり僕たちは予言を叶えるために椅子に座って答えを口にする必要がある。でも試行錯誤が許されているということだ。みな、まずは必ずしも正解とは限らない答えを先に試して、2巡目から当たる確率の高い答えを提示しよう。パッと聞いた感じ筋が通っているように聞こえるけど、どうしてだ？さすがアルベド先生。そうすればこいつの運行規則を明確にできるからですね。なるほど、そういうことか。モナ、どうかしたのか？顔色が良くないみたいだけど。モナお姉ちゃん、お腹空いたの？これ、お菓子持ってきてるよ。
ありがとうございますクレちゃん。でもそういうわけではありません。先ほどアルベドが調べていた時に、私も占いで他の手がかりを得ようとしたのですが、ここの異様な雰囲気は尋常ではありません。まるでずっと誰かに見られているような感じがします。この細工が外部の環境によるものでないのであれば、相手はまさか、まさか。まさか、何？はあ、いえ、私も確証はないので。そこまで言ってお預けかよ。クネ、アルベドお兄ちゃんの言う通りにしてみない？ああ、一緒に答えを確認してみよう、クレイ。うん、モナお姉ちゃんも一緒に来て。ええ、わかりました。じゃあ、一つ目の問題は私が回答するね。存在しない花。頑張れ、スクロース、お前ならできる。うん。私の答えは、種が4倍大きいスイートフラワー。絶対に迷わない道案内に。この問題は私が答えるよ。コレイ、答えが見つかったのかな。ふう、私の答えは私だ。私はいつも導かれる側の存在だった。長い長い時間をかけて、やっとの思いで今立っているところまで来た。全然大したことないし、まだまだ未熟だけど、私がここで自分の名前を言ったのは、私も他人を導く人になりたいからだ。私はアンバーみたいに、ティナリ師匠みたいに、セノさんや私を助けてくれた大勢の人たちみたいに、この力を伝えていきたい。三つ目の問題の回答者は僕だ。嘘をつかない人、それは僕だ。子供の頃から大人になるまで、これといった長所は何もなかった。でも自分の誠実さだけは自信がある。それと僕に自分を認める機会をくれたみんなにも感謝したい。さて、最後の問題は先生術師である私が答えましょう。永遠に終わらない伝説、それは人の運命です。おい、ランプが光ったぞ。うわ、ランプの面が4つとも全部光ってる。え、でも、コレイ、少し立ってくれるかい？ああ。ふん。え、これどういうことだ？なんで人が変わったのにまだ光ってるんだよ。予言にある問題に答えないといけないんじゃなかったのか？みんな、そろそろ気づいているだろう。この予言に正確な答えなんてない。今僕たちは行動をもってそれを証明したんだ。正確な答えがない？そんな、どうして？古く謎めいた予言だが、これは僕たちが考えていたような古の仕掛けではなく、ただの小さな信号に過ぎなかったのさ。まさか君たちが本当にこの場所を見つけられるなんて思ってもなかったわ。うわっ、僕たち以外にもこんな場所に人が？また会ったわね、旅人。あ、お前はあの日、鹿狩りでオイラたちに挨拶してきた異国の人。みんなのおかげで私はこの場所にたどり着けたわ。君たちが予言に集中してたから、私という小さな尾行者に注意が向かなかった。本当によかったわ。そうかい？なら君という小さな尾行者の背後に
どうしてまだ他のものがいるのかな。あら、本当に挨拶はいいわ。私がここに来たのは君が目的だって分かってるでしょ。私が異国の客人ってだけで、君がこっそりと栄光の風に忍び込む姿を見たのよそんな早くから私に目をつけてたの。あれって2週間も前のことだったはずだけど。私は毎日仕事をしているのよ。君みたいな人に気づかない方がおかしいわいいわ、なら認めるしかないわね。この予言を童話の本に挟んだのは私よ。どうして、じゃああれは本当の予言じゃなかったのか。心配しないで。私が怪しい存在なのは認めるけど、紙にあった予言は本物よ。それを私に残してくれた人はというと、ここにいる人たちも彼女の名前を聞いたことあるんじゃないかしら。古くからある女性集会であり、メンバーはそれぞれ文字をコードネームとしている。そんな、どうやら本当にあの力はおばばが残したもののようですね。あなたが B の弟子だったのね。お名前はかねがね聞いていたわ。私は J の継承者、スカーレット。どういうこと。それを説明するには古き王子から話す必要があるわ。君たちがわざわざ予言を解読してここに来たのは、このランプの裏にある秘密を知りたいからでしょ。ランプはすでに光った。なら次はあなたの安寧を妨げることをお許しください。あら、どうしてこれが光ってるのかしら。ランプの向こうにいるマダム、聞こえますか。ママん、若い人の声がいっぱい。マダム、私は J の継承者、スカーレットです。久しぶりだね。まさか J の継承者がこれほどまで無効水なものになるとは。待ってください。どうしておばばの口を。おばば、その言い方、まさかモナ。誰です、私の師匠を真似するだなんて。それがどうした。人間に。アリスさん、僕もいるよ。ママ、どうして他の人の話し方を真似するの。あなたたちもいたのね。なら大丈夫ね。みんな元気だったかしら。アリスさん、どうして。だってこのランプってもう何年も光ってなかったから、てっきり少女時代の親友から連絡が来たかと思ったのよ。なんだよ、急にそんな恥ずかしそうにして。このランプの管理を風神バルバドスに任せたのは確かに覚えてるけど、どうやらみんな風神の隠したシンボルを見つけたようね。やるじゃない。もしかしてあなたたち、私の愛するお茶会のテーブルにいるのかしら。うん、すごく長いテーブルだよ。そう、まさかこんなことが。どうやら風神もあなたたちがそこに登ることを黙認したようね。これもすべてスカーレットちゃんのおかげかしら。待てよ、こんがらがってきたぞ。さっき言ってた集会ってのは何なんだよ。マダム、これはおそらくあなたから答えた方がいいかと。よろしいですか。みんなわざわざ来てくれたんだし、それなりの報酬を用意しないとね。それじゃ、あなたたちを古い物語に招待してあげる。魔女会は知ってる？秘密結社みたいよね。彼女たちはかつて大胆にも風神に挑んだの。
でも彼は歌を口ずさみ、ライアーを引き、死で争いを終わらせようと言った。それ以来、魔女たちは森の中、崖の近く、空の上でしか集会を開かなくなったわ。物語と秘密を持って、お茶会ではわだかまりを解くの。魔女たちは争わない。この誓いを見届けるのは、茶葉と美味しいケーキのみ。昨日、愛する人を殺したわ。彼は老い、病気だった。深く愛していたから、私は彼の運命を背負い、その苦痛を終わらせた。私は息子を一人育てた。数ある子供のうち残ったのは彼一人だけ。母になったと言えるだろう。君たちほどではない。将来君たちの相手は私の絵本がする。もちろん君たちのこの相手もね。そいつは面白い。予言で私たちの欲求なんかを引き裂かないでよね。知り合いになる姉妹たち。どんなに恐ろしい魔女もかつては少女だった。でもいずれ成長する。だから自分の悩みを国々の戦争も、天地の崩壊も、世界がどうなろうと、魔女たちのお茶会は永遠にここで開かれる。つまり、ここは伝説にある魔女たちが集会…え？私たちはいつもここにあって…でも、ランプを見つけた人が祝福を得られる…それはね…まさか本当にジェイ以外の人が予言を見るなんて…実は、それはジェイの結婚前夜。やっぱり…アルベドちゃんが答えを言わずに我慢してくれてたのが、私にとって…いや…存在しない花、絶対に迷わない道案内人、嘘をつかない人、永遠に終わらない魔女の一人が愛する人と余生を共にしようと会う存在しない花。文字通り世界には存在しない花のことよ。これはコード R、 黄金レインドットの署名ね。この世に存在しない種を想像できるものがいるとしたら、きっとそれは彼女しかいないわ。絶対に迷わない道案内人、これはコード N、 2個のことづてよ。あなたたちはまだ彼女を知らないかもしれないけれど、ここにいる人たちの中には運よく彼女の声を聞いた子もいるかもしれない。例えばそうね、彼女、もしもいつかどこかであなたたちが重大な危機に遭遇したら、世界にはこんなにも多くの謎を秘めた嘘をつかない人、それは私が残した暗号ね。あまり気にしないでちょうだい。それから永遠に終わらない伝説、
あなたたちは M を知らないかもしれないけど。あ、モンバの子供ならみんな。ええ、私も大好きな童話の一つよ。そのような人が魔女の。なんだか確かに不思議だけど、これらすべてが真実であることは私が保証するわ。アリスさん、あなたはどの代の J の継承者も認めてくれませんでした。あなたも。というより私は魔女会が一体何を意味しているのかが、以前まではあなた方がこの世界の命運を掌握する女性たちだと思っていました。がっかりしちゃったかしら。いえ、とても面白いと思う。今までどの J の継承者も認めてこなかったけど、あなただけ。いつも興味本位で物事を進めるアリス。今すぐにというわけじゃないけど、時間ができたらあなたに会いに行くわ。しかつまり仲間たちから予言の手紙をもらった魔女が。ええ、私たちが彼女に送った手紙、私たちに会いに来て。じゃあ祝福を手にするって。家庭はあくまで家庭に過ぎないの。最終的にこの質問をした子、あなたも分かっているでしょ。私たち女性はいつも多くの悩みを抱え、不安に思うことにたくさん遭遇するけれど、最も大切な友達と会うためなら、私たちは山や海を越えることも厭わない。どんなに長い時間が経っても、どんなに道が遠くてもね、心から愛する友であれば私たちは楽しい。クレ、よくわからないけど、魔女がママの友達なのは知ってるよ。強いて言うなら、魔女会は私にとって共に青春を謳歌する女性たちのことね。さて、他のメンバーはまた今度紹介するわ。まだ少し用事が残ってるから、話はこの辺でおしまい。またね、ママ。ほら、ドドコマ、ママにバイバイって言って。え、またね、クレちゃん。それから親愛なるお友達さんたち、いつかまた会えると信じているわ。あ、それと今の時期はあの日が近いはずよね。ええ、またウィンドブルーム祭の時期になりました、アリスさん。そして特別な記念日でもある。アリスさんならよく覚えていることでしょう。ええ、思い出したわ。遥か遠い昔の同じ日にジェイが結婚したことを。本当に偶然ね。またこの愛と自由の日だったなんて。みんな、ウィンドブルーム祭を楽しんでちょうだい。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。
大丈夫？吐いた方が楽になるかも。大丈夫。ちょっと酔っただけだから。時間を見つけて飛行免許を取るといい。役に立つはずだ。はい。まだ他にも悩んでることがあるみたいだな。全部言ってくれ。私たちが聞いてやる。大したことじゃないんだ。アリスさんの話はとても面白くて、すごくロマンのあるものだった。それは分かってる。でも僕が期待してたものとは違っていた。確かに最高の祝福が必ずしも本物だとは思ってはいなかったさ。でもああ、そんな風に思わないで。これはあなたのせいじゃないよ。強いて言うならウィンドブルーム祭の特別大使なんかになってみんなに迷惑をかけた私のせいだから。いや、私があの予言を見つけたせいだ。違う。決して君たちを責めてるわけじゃないんだ。ただ想像していたものよりもいい結果じゃなかったし、何かを得たわけでもなかったなと思ってね。私は得るものがあったと思う。この話はひとまず置いといて、ティマイオス、私とコレイが一緒にリーユへのウグイスさんに謝りに行こうか。ウグイスさん、はあ、彼女が怒ってないか心配だ。興奮が冷めた途端焦りを感じてきたよ。君たち顔を上げてあっちを見るんだ。ウグイスさん？あれがウグイスさん？初めて見た。本当にウグイスだ。まさかモンドに来るなんて。ウグイスさん、本当にごめん。でもどうしてこんな急に。うちに会うのがそんなに嬉しかったん？その嬉しすぎて言葉が見つからないんだ。ごめん。文句を言いに来たんやけど、その様子を見たら責められるもんも責められんくなったわ。大事なことをやってるからうちを迎えに来られへん言うとったやろ。せやから逆にうちが来たってわけや。ひひ、ちょっと近くに寄ってみようぜ。人の恋路を邪魔したらイノシシに蹴られますよ。え、そうなのか。じゃあやめておくか。ティマイオスが自分の幸せを見つけられて、なんだか私も本当に嬉しいな。それよりも私はスクロースの気持ちの捉え方の方が羨ましいよ。人の幸せを喜び、見返りも求めず精一杯私を助けてくれた。お前は私たちが似てるって言ってたけど、私なんかより全然心が広い。でも私だってコレイみたいな根気と勇気は持ってないよ。多分私たちは同じくらいいいところを持ってるけど、その方向が違うだけだと思う。私はスメールに行ったことがないし、外国の友達だってそんなにいない。だからあなたと知り合えて本当に嬉しいんだ。それでもこれから先また知らない人と接するときは同じように恥ずかしくなっちゃうかもしれないけど、きっと大丈夫。あなたは私とこんなに似てるんだから、私の言ってることを誰よりも理解できるはず。あなたの抱えてる問題は全て問題なんかじゃないって信じて。私今更自分を受け入れることを学び始めるなんて、
ちょっと遅すぎないかな。セシリアの花の花器がいつか知ってる？確か本で見たことあったような。これは私の両親が昔デートしてた時によく話してたことなんだって。おかしいでしょ、デート中にこんなことを話すなんて。先月ご飯を食べてた時にお母さんがこのことを笑いながら話してたの。お父さんは本当につまらない男で、その上デートに遅刻したこともあるって。でもそれが人生なんだって言ってた。自分のしてることがいいことだって理解しさえすれば、始めるのに遅すぎるなんてことはないんだよ。だからね、やってみようよ、コレイ。うん、頑張ってみるよ。二人ともなんだかすごく盛り上がってるな。会話に入る隙が全くないぜ。これをあなたに。これって種？うん、この前スイートフラワーを研究するのが好きだって言ったでしょ。これは私が作った改良版スイートフラワーの種なの。すごくいいものとまではいかないけど、どれも私が真心込めて選んだ品種だよ。気に入ってくれるといいな。とても甘くてとても育てやすいから。私、今年の風の花はこれを選んだの。風神様にこの花の良さを感じてほしいと思って。うん、これをアビディアの森に植えて大事に育ててみせるよ。コレイ、このノートをすべて受け取ってくれ。君が勉学に励んでいることは聞いたよ。このノートはどれもスクロースに頼まれて用意した学習アイデアをまとめたものだ。時間があるときに読むといい。それと今後いつでもモンドに来てくれ。歓迎するよ。ありがとう。本当に私もうなんて言ったらいいか。本当に嬉しい。あ、スクロース、今だぞ。あれだ、幸せの吐息。おわ、そうだった。危うく忘れるところだったよ。コレイ、この試験管に息を吹き込んで。研究のためにその幸せの吐息を保存したいの。いいの？もちろん。
幸せの雲飛んでいったぞ。幸い試験管にはまだ少し気体が残ってる。ひとまず保存するね。研究結果が出たら真っ先に連絡するから。手紙を書いてくれ。届いたらすぐに返事を書くよ。どうやら新しいペンフレンドができたようだね。ティナリ師匠、セノさん。ペンフレンド、ふうふうと息を吹き込んでできたペンフレンドか。僕たちスメール人のモンドでのイメージがこれでついに終わってしまった。俺がモンドを好きならそれで十分だ。ここのドラゴンは俺の好きな形だからな。そうだ旅人、このカードの裏面を君に。これはセノの意志なんだ。おそらく彼はこの特殊なカードの裏面を使って君と決闘したいのだろう。俺は強いぞ。挑戦する勇気はあるか。うわ、かなり自信満々みたいだ。オイラたちの実力を見せてやろうぜ。私も送りたいものがあるんだ。コレイもプレゼントを用意したのか。うん、郷に行っては郷に従えって聞いたから風の花に関するものを用意した。これはスメールローズで作ったしおりだ。モンド人は今日という日に知ってるか。ティナリは俺たちが学術で結ばれた家庭じゃないと言って。そういう家庭じゃなくてただの兄弟ってこと。それからパティサラの、うわー、オイラたちの分もある。これがコレーの、ああ、これが私の答え。モンドの種じゃないけど、これを昼夜を問わず思い続け、幾千もの山と川を越えてもなお会いに行きたいと思える人を持つ、それこそが真の至福なんだ。うん、そう思ってくれて私も安心したよ。スクロース、あの雲を見てくれ。お？あの雲、お前の試験管に似てるな。国の人には、デイワット
この同点も。同点につい。書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。